にちは。今日は予告してなかったけど、見てくれるかな。毎週言ってるからそろそろ定番化してきたかなと思って、ちょっと何も言わなかったんだけど、こんにちは、どうも。今日はうまくつながってよかった。あれ、眉が来ないな。お、そう、今日お団子ヘアにしてみた。ちょっとだけ巻いて。あれ、眉。まゆこさん、お、写真集買ってくれたの？ありがとう。こんにちは。眉切ってる？どこ？どこ？もう一回送って。見逃しました。あれ？送ってほしいかも。お家ですよ。あ、来た。さあ、これでできるかな。ねえねえねえ、3回ぐらい送ってるんですけど。嘘でしょ、見落としたわ、普通に。もうさ、何週目ですか？慣れてもらっていいですか？ねえ、すごいさ、毎週毎週、毎回毎回さ、みるみるヘアが上手くなってるんだけど。違う、ヘアをぐらいちゃんとやらないとダメだなと思って。めっちゃ可愛いじゃん。見栄えのいいのってなんだろうと思って、団子かと思ってた。うん、めっちゃかわいいよ。ちっちゃくかわいいよ。誰かリクエストしてくれてた、なんか団子してほしいみたいな。あ、ほんと？昔にさ、ビビでさ、二人でお団子してさ、うんうん、スケボーとか乗ったの覚えてる？覚えてる。ね、なんか誰かがその部屋してほしいって言ってた。ほんと？うん、よかった。ちょっとだけ巻いて。かわいいねえ、うまくなってる感じね。ありがとう。なんか今日どういいだね、すごいお人形さんみたい。本当に、なんかこれかな、長官みたいになってるからかな。なんかニットについ、くっついてるんだけ ど、 なるほど、ね、これがちょっとそうなのかも。お嬢だよ。本当？お嬢って感じ。イエーイ、皆さん、こんにちは。こんにちは。ねえ、超失礼なんだけど、出川に顔に似てきたとか言われてるんだけど、本当にやめてくれる？お願い。それだけはやってくれる？今日予告しなかったけどね。お、ダルボナじゃない。そう、今日ね、黒豆茶にしてみた。ああ、いいね。最近めっちゃハマってる、この黒豆茶。美味しそう。めっちゃ美味しい。ねえ。
はい、すいません。大丈夫ですか、皆さん。あ、皆さん、ぜひなんか質問たくさん送ってくださいね。あ、ミレイちゃんのピアスね、帰ってきたら聞いてね。なんか質問、なんかさ、一問一答みたいな感じさ、ポン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 たくさんください。何でも送ってください。僕が電話しました。電話しないでくれる？ライブ中だから。どうもすいません。おかえりなさーい。ワンワンし始めちゃった。なんかさっきね、ミレイのイヤリングどこですかって聞いてる方がいます。なになに？イヤリングどこのですあ、かっこて。れ？これマリアブラックです。かわいい。そう、片耳。なるほどね。片耳なんだ。かわいい。で、こっちは、なんか、ルイ・ヴィトンの挟むやつ。挟むやつ。イヤカフね。エアカフなのかな？カフなイヤのリかングなのか。な？ただこうやって。ああ、なるほど。かわいい。まあ、だからどこにでもつけられる。この辺でもいける。そういうのがあるんだ。初めて見た。めっちゃかかわわいい。いい。だから、まあ、好きなところにって感じ。かわいい。あっちゃんね、あのピンポンの音にちょっと反応しちゃって。でももう、治った。ちょっともう一回鳴ってますけど、無視してください。はい、わかりました。あ、今好きな曲、音楽なんか聞こえない。音楽？好きな曲、音楽は何だって。なんか今、結構いろんなアーティストさんがライブ映像を公開してくれてるじゃない？それで、昨日は平井堅さんのライブ映像を見てた。いいですね。いいじゃん。ライブ映像いいよね。ちょっと、はい、寒いね。はい、じゃん。かわいい。電波悪い？皆さん、どう？大丈夫ですか？よいしょ。あ、来た！ボサボサになってきたよ。わかる。ねえ、うちのポコちゃんもさ、もう髪が伸びすぎて、そうもう、なのよ。どうにもできない。もちろん、ね。入れてあげたり、そのコーミング、ブラッシングか。もう頑張ってするんだけど、もう限界来ました。カットだけはね、なかなか自分でできないからそね。うなの、なんか結構 YouTube でさ、みんななんかトリミングしてみましたみたいな動画を上げてるんだけど、大がなんか 残念な結果になってしまってるから、ちょっと怖くてできないんだよね。そうね。そうなのよ。音声途切れてます。本当？治りましたか？どうかな？なんかね、眉の声がね、私も聞こえづらいかも。なんでだろう。治ったかな。たまーになんか飛ぶ。なんでだろう。なんかね、でもなんかインスタライブ最近すごい飛ばない？やってる人が多いからかな。そういうことかな。やっぱり見てる人も多いだろうし、やってる人も。あ、ニールどうなった？今。今日はちょっとおサボりネイルかも。あ、でもかわいい。ブルーにしたんだ。ネイビネイビーとあと乳白色を重ねてる。ー？めっちゃかわいい。ねえ、マイクもね、見て。わかるあ、かかな？わいい。何？なんか、マイク、これは、花代さんビューティービーっていう番組をやってるんだけど、花代さんが、なんか、お家でできるかわいいセルフネイルを紹介してくれて、多分、再来週に放送かな。で、わそれいい。お家でやってみたの。すっごい簡単だった。重ねたの？なんか、まず普通にワンカラーでブラウンをしてたの。で、それから先端だけゴールドやって、その上からなんかちょっと
ヌーディーベージュを乗せて、かわいい。先端だけ重ね塗りをしました。かわいいです。セルフです。私たち2人ともセルフネイルです。セルフネイルです。お昼何食べましたか？お昼はカルボナーラ。あ、いい。また豆乳？そうだよ。ねえ、豆乳好きすぎでしょ。マイカは、生ハムのサンドイッチを食べました。おしゃれ。美味しかった。ミリンちゃんは何飲んでるの？だって。私は冷たいルイボスティーです。あ、いいですね、いいですね。もう。いいです、いいです。あのね、今ドアを閉めちゃってるの。だからそれが嫌なの。ああ、そういうことね。大丈夫。落ち着いた？分かった、ドアを開けとくよ。そうしてあげよう。うん。あれ、まだ声途切れちゃってる？一回やり直した方がいいのかな、これって。どう？みんな。教えて。教えてください。聞こえてるね。あ、どうも。失礼いたします。全然、ああ宅急便来ちゃった。ライブ感満載だな。宅急便来ちゃいました。宅急便来ちゃったじゃないよ。久しぶりに会えた気がした今。そうだよね、撮影もね再開できないからね。そうなの、ちょっと前までずっと現場でね、もうミレイに会うより会ってたね。素敵にもう毎日の、ね、確かに寂しくなってきたよね。え、今日もあれだよね、うん、あのリミックスでしょ。あ、そうだよね。え、今日何、今日ってどうやって放送するの？今日は、なんで知らないの？知らないのよ、情報がさ、すごいさ、みんなあの更新されるまでにさ時間がかかってね、回ってくるまで時間かかってるの。今日は2話3話のリミックスじゃないですか。あ、そうなんだ、らしいです。多分なんか NG 集とかみたいですよ。さあ、まゆさ NG ばっかり出してるんだけど、でも2番はまゆ出てないからよかった、危なかった、みんなに私の NG 集たくさん見られるところだった。なんで知らないのって言われてるよ。あ、メイキングも入るらしい今。おー、メイキングだ。ぜひ皆さん見てください。みんなが教えてくれる、いいね。なんか勝手のようにみんなが送ってきてくれるから。なんで知らないのよ。間違いない。質問箱見てみよう。あ、リップのお気に入りの色は何ですか？だって今日はちょっとテラコッタっぽい色なんだけど、うん、なんか夏に向けて、そうそう、今日お洋服もちょっとブラウン系だからそっちに合わせてみたんだけど、夏に向けて青み、うんうん、青みピンクっぽい色は今気になってるかも。なるほど。青みパープル、青みピンクみたいな。ねえねえ、ジャケットどこの？めっちゃかわいい。これアメリ。かわいい。なんかシアー。あれ、眉持ってるわ。シアージャケットだよ。暑い。ベルトついてる子でしょ？そう、ベルトついてる。一緒です。リップの色ね、なんだろう、でも、なんかベージュ系も好きだけど、なんか最近、ちょっとなんかグロッシーな質感が好きです。あ、そうだね。うん。グロッシーとか、なんかシロップみたいなさ。そう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 。かわいいよね。うん。だから私も、普通のリップ塗った後に透明のグラスを重ねてる。
ね、Me too、前もそう、今日。夏バースなんか、そのくらい軽い方が。ね。し、トレンドもね、今ちょっとグロス寄りになってきてるよね。ね、なってるなってる。ちょっと前までマットだったのが、やっぱりなんか春夏は、なんかツヤだよね。ツヤです。ツヤンツヤンが。かわいい。お気に入りです。まだ声が途切れてるね。私の声途切れてる？たまーにね。ねえ、一回前やり直してみようかな。うん、オッケー。じゃあ一人で喋ってて。オッケー、ね、バイバイ。はい、ね、一人になっちゃった一人になっちゃったから、ちょっと質問箱でも見ようかな。どうやったらお団子上手にできますか？お団子、私今日適当にやったよ。多分土台をちょっとだけ巻いてた方がやりやすいから、巻いてなんかぐるぐるぐるってやって、その端っこをゴムに巻きつけた。でここら辺ちょっとだけ毛先を残して遊ばせてた方がいいっていう風なのを聞いたので、そうしました。今日はそうね、今日なんか蒸し暑いね。あ、一回クローズしてみた。これでどうかな。失礼しました。どう？え、わかんない、なんかどうだろう。とりあえずこれでやってみようじゃん。うん、やってみよう。ごめんね皆さん、治ったかな。なんかこの間もね、先週は私のインスタライブがおかしかったし、難しいね。ねえ、インスタライブなんか多分どん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 みんな見てるからさ。あとさ、雨の日だからちょっと電波悪いのかな。嘘、そういうのあるの？いや、わかんないんだけど、気のせいかな。皆さんどう？なんか、すごい思うんだけど。なんか、あまりにも接続できなかったら、一回携帯の電源を落とすと言って。なるほど。それだったね。あ、でも大丈夫かも。あ、ひろみちゃんがいる。ひろみちゃん。昨日ありがとうね。昨日さ、なんか、ひろみちゃんたちが、ひろみちゃん、ふかみちゃんが、なんか毎日のようにインスタライブハマってやってて、うん、昨日ちょっと参加させてもらって、すっごい楽しかった。いいね。なんか時間帯もあるし、お二人のせいでもあるんだけど、すごい素が出ちゃった。あ、ねえ、すごいいい質問で、私も知りたいんだけどさ、はい、夫婦円満の秘訣は？なんだろう。でも喧嘩しないんだよね。仲いいよね、本当に。うん。うん。なんか。喧嘩しない？二人ともステイホームだけど全然平気。お家にずっと一緒にいても大丈夫？うん。そうなんだよ、ね。なんだろう。なんか。うん、一人で何か作業してるときは完全に一人の時間でお互い過ごしてるから、うん、そういう話をしないし、うん、へえ。でもバランスがいいよね。そうね、なんか似てるのかな、うん、ちょっと、うん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 。じゃあ同じ家にいても全然一人の時間もお互いにあるってこと？あるある、お互い漫画売れたりとか。ああ、なるほどね。そうだよね、いいな。あ、おみちゃんが来てくれた。あ、おみちゃん、早くまた撮影したいな。ねー、あ、何？聞いて、何聞いて、報告が
があります。なになに？愛の不時着1話見ました。ねえ1話、うん、1話ってねえねえ早く進んで、もう話したいよ。今日今朝1話を見ました。え、じゃあ1話だからまだ何も発展してないよね。うん、あの間違えて言っちゃっただけ。オッケー、まだリー・ジョンヒョクには会ってない。会った？リー・ジョンヒョク、ね、北朝鮮について、うん、あの見つけられた？見つけられた、なんか壁に来て終わった。オッケーオッケー、リー・ジョンヒョクだね。うん、あ、おみちゃんも早く見て不時着だって。いやー、ありがとうね、おみちゃん、話したいよもう。一話だけって笑われてる、どうしよう。だってさ、一話1時間ちょっとあるじゃん。そうなの、長いのよ。しかも16話とかあるでしょ。これはどうしようと思ってとりあえず1話を見た。いや、わかる。あとね、あの最後の方2時間近くあるから普通になんか1本の映画並み結構だから、あの、うん、わかる。なんかもう見るぞって決心しないと結構長いね。そうだよね。いやでも本当に見てほしい。でもほら始めたから。そうだね、偉いね。だけどさ、1話だけだとまだ良さが伝わってないから、ちょっと最低でも3話まで見てほしい。よかった。うん、ぜひ。もうね、最高なのよ。でもどんどん見進めていると、うん、そんな長いとか気にならなくなってくるってコメントは。いやでも本当にそう、なんか長さ全然感じないよ、むしろもっと欲しいぐらい。10時間ぐらいぶっ通しで見たっていう人もいる。あ、もう本当に本当にそんな感じ。もう全然、え、なんでもう終わったのって感じで。そう、いや本当に最高。マユはだから愛の不時着が終わってからずっとピーキーブラインダーズっていう部位を見てて、今ねラストファイナルシーズンに入りました。でも何シーズン4くらい、5かな、5シーズンで4終わった。結構いったね。そうなの、でもすごい面白くて、でもそれも多分なんかまた撮影するみたいな。だから新しい、多分また出る。じゃあファイナルじゃないんだ。そうなの、そうなの。ファイナル詐欺だ。そうなの、そうなの、そうなの。わかるよ。楽しいよね。質問箱見んよ。見てみて。あ、ね、イテウォンクラスね、やっぱり面白いんだ。来てるよね。イテウォンクラス見るかよ。ね、もう最近読んだ漫画は何ですか？読んでる？漫画全然読まないです。私はあの犬夜叉が、うん、犬夜叉がですね、はい、あの新しくアニメが出ることになったんですよ。うんうんうん。それによりなんか全話無料開放みたいな感じになって、うん、読み直さなきゃと思ってちょっと犬夜叉読んでますね。なんか読み直しとかあのゲームのやり直しとか好きだよね。楽しい。好きだよね。楽しいよ。いやでもわかるわかる。だから前も愛の不時着見直そうかなって思ってたもん。見たばっかりじゃん。いや本当に見直したい、もうまた戻りたい、見てない日々に戻りたい。でも全部知ってるでしょ。そうなの、そうなの。でも見たい、もうそれでも泣ける。もうインスタグラムのそのなんかいろいろスクロールページがもう全部愛の不時着、うん、え、全部愛の不時着。そう、なんかさ好きなものをさクリックするとさなんか似たようなものをさボンボンボン。あ、なるほどね。そう、愛の不時着だらけです。
まつげパーマしてますかって。してません。してません。ビューラーしてます。眉は直角まつげが好きだよね。そうなの。びっくりまつげ大好きです。私は今日は全然マスカラを、マスカラじゃないや、ビューラーをほとんどせず、ちょっとなんか、つけてるのかつけてないのか風がいいなと思って。うんうんうん、似合う。さらっとしてます。まゆこちゃんまつげ長いなって、あ、止まっちゃった。まゆが戻った、戻った。 OK。 何だった、音声がおかしいって書いてあったから、ちょっと一回 Wi-Fi つけてみた。あ、なるほどね。今日の晩ご飯は何ですかって。いやー、どうしよう。毎日それを考えるのが楽しいよね。そうね。だな。今日は今お肉を解凍してるから。うん、お肉です。お肉いいね。なんか眉ステーキサラダ作りたいなと思ってた。ちょっとボリューム満点だけど、サラダだからなんかちょっとヘルシーめな。いいねいいね。私も昨日は油を使わないヘルシーな料理にしようと思って、なんか蒸し豚とかそういうのにした。あ、いいねいいね、美味しそう。今日は豚の生姜焼き作りましたって。いいな、美味しい、ね。好きな韓国料理はありますか？好きな韓国料理、韓国料理全部大好きなんだけど、あ、あれが好き、タッカンマリだっけ。あー、美味しいよね。お鍋合ってるよね。合ってる。何が好き？タッカンマリとかそういうのも好きだけど、うん、辛いの大好きだからさ、うん、なんかなんだろう、辛いやつ、とにかく辛いやつ。いや、美味しいよね、うん。あと普通にチヂミとかも好きだし、でも韓国料理大好き大好き。あ、サムギョプサルもめっちゃ好き。美味しいね。わ、チーズタッカルビめっちゃ大好き大好き。あ、やめてやめて。あと家で食べる辛ラーメンとかもすごく好き。あ、辛ラーメンいいね。結構辛いよね、辛ラーメン。辛ラーメン辛い系、辛い？辛いの強いね、すごい。辛ラーメンは全然大丈夫。辛ラーメン、サケタンもいいね。あー、美味しいよね。いいね。激辛の番組出てほしいだって。激辛の番組に出てほしいだって。それは無理よ。そこまでは無理よ。そう、美味しく辛いもの食べたいからね。わかるわかる。めっちゃわかる。いいよね。食を我慢したりしますか？いません。しない。しない。だけど、最近本当に食べ過ぎてるから。なんかちょっとだから夜ご飯ちょっとヘルシーにしたりとか、うん、まあ、ちょっと本当に気持ちだけど、気持ちだけだけど気をつけてる。わかる。なんか明らかに運動量が減ってるからね。ね、そうだよね。あとは、うん、うーん、お肉食べます。お肉食べるよ、大好き。あ、運動してますか？だって、運動はあのオンライントレーニングやってます。偉いよね。前もでも最近もうなんか動かなさすぎて、なんか逆に疲れちゃうっていうか、なんかずっとだるくて、だからなんか腹筋とか、うん、おうちでちょっとしたトレーニングはやってる。えらい。心がけて。うん、
いやもう本当にずっと寝てていいんだったらずっと寝ちゃうタイプだからさ。いや、ほんとそう。二人ともそうだよね。そうだからちょっとはやらないとと思ってそういうオンライングレンゲやったりとか、あと筋膜リリースのゴロゴロやったりとかはやってる。いや、そうだよね。動くようにします。すごい、15キロ走ってるって人いるよ。偉くない？そこまでのモチベーションがないかも。走るのは無理だねえ。家で何してる？なんか、1ヶ月目は、すっごい、めちゃくちゃ掃除とか、いろいろして、もう、断捨離したりとか、いろんなものを整理整頓したりしてたんだけど、なんか毎日のようにメイクしたり、毎日のようにお家にいるようになって、なんかこれは果たして、戻してる意味はあるのかっていう日々が続き、すべて出しっぱなしになってしまい、もう一回掃除に入りました。嘘でしょ。もうね、全部出してた。もうだから、なんかテレビ見ながら、鶴子さんネットフリックス見ながら、なんかお菓子食べたりしてたんだけど、毎回食べて、一応その、まあ、お菓子箱に戻すんだけど、これ毎日出してるし、一日何回も出すから、もう全部出しといてもいいやと思って、全部出しっぱなしにしてたのが、ちょっとさすがに綺麗にしようと思って、もう一回、綺麗にする波が来ました。ダメでしょ、出しっぱなしは。いいねえ。ねえ。いや、でもさ、なんか毎日メイクしてると、なんか、昨日片したやつどこに置いたっけとかなっちゃうから、もう全部バーみたいな感じだったから、掃除しました。私も断捨離とか整理整頓したんだけど、そうすると眉と逆で綺麗にしておきたくなるから、すべてのものをとにかくしまう、ちゃんと「あなたの居場所はここです」「あなたの居場所はここです」ってやってる。えらい。なんかもう出たり入ったり出たり入ったりしてるから、もう出しっぱなしでいいわって でも共感してくれてるよ、出しっぱなしわかる、結局使うもんねって。そうなの、そうなの。しかもなんか家にいればいるほどさ、使う率が上がっちゃうからさ、もういいわってなって、使いダメだと思って、また住所に戻してあげました。はい、居場所に。大事ですよ。いや、今日もえしりとりしてって来てるよ。ねえ、やめて、もうさ、え、しりとりしたらすごいみんなさ、スクリーンショットされちゃってさ、もうやめて。え、しりとりはやってないよね、だって。え、しりとりじゃないか。いろい保ろ、育。そう。絵を描いただけ。あ、ねえ、でもさ、ヒルナンデスを見たんだけどさ、塗り絵めっちゃ綺麗だったね。塗り絵はうまいの。塗り絵はさ、なんかもう絵ができてるから、色とかは割と、そのなんかファッションとかメイクもさ、色って大事じゃん。だからなんか色の組み合わせとかそういうのはすごい好きだから、すごい楽しかった。めちゃめちゃ綺麗だった、本当に。嬉しい。めっちゃ楽しかったよ。もうなんか何もかも忘れて集中してできるから、すごい楽しかった。あれ、どれぐらい時間かかったの？え、でも3時間近くかかったよ。あ、でも3時間で塗れたんだ。そう、なんか結構、でもそれがもう何ページもあるから、すごい、いいよ。迷いなく色決められた？なんかテーマ決めてやった。なんか、眉が選んだ絵は、なんか雲があったり、太陽が、木があったり、なんかそういう自然のものがあったから、そのものの色に合わせて、だから空だったらちょっと青っぽい色使ったり、な、そういうなんかちょっとテーマを決めてやってみた。めっちゃよかった、可愛かった。
でも迷っちゃうとダメだから、もうとにかくとりあえずもう色を入れてみる。なるほどね。で合わせてって、ちょっとうわこの色濃すぎたなと思ったら、なんか隣の色を明るくしたりとかしていけばいい感じ。なるほどね。うん、楽しいよ。すごいおすすめ、大人の塗り絵。やったことある昔。楽しくない？集中しちゃうね。ね、集中しちゃうよね、本当に。あと私今アプリでジグソーパズルやってる。楽しい？楽しい。なんかさ、お姉ちゃんとかが何ピースだろう、なんか何万ピースみたいのやってたよ。なんか実際やるとさ、うん、あーんってなっちゃうからさ、うんうんうん、アプリだと結構手軽に、なんか何ピースっていうのも選べるし。あ、アプリ上で？そうそうそう、同じ絵でも何ピースでやりますかみたいな選べたりする。なるほどなるほど。確かに。しかもなんか出来上がった後がさ、もう壊すしかないよね。飾ったりしないの？飾ったりするのかな。する人はするでしょ。そっか、そうか。アプリだったらその中に溜まっていくからできたの。ああ、そういいね、それいいね。確かにありだね。意外となんか集中できるしいいよ。確かに。でもなんかゲームね、何みんなやっぱりあれが流行ってるよね。引き続き動物の森。動物の森ね。ね、動物の森な。ちょっとみんな進みすぎちゃって、ちょっともう手がもうダメだよね、今更。そうだよね。そうなの、そうなの。まゆ、ダルゴナココアとかダルゴナ抹茶とかはチャレンジしましたかって。ダルゴナココアはチャレンジした。うまくいった。でもココアってすごい粒子が細かくて、うん、なおちょっとなんかドライなのよ、乾いてるから、うん、ちょっとダルゴナコーヒーと作る容量よりもマユはお湯気持ちだけ多めにして作った。うまくいった？うまくいった、めっちゃ美味しかった。そうだから、ダルゴナコーヒーに飽きた日にダルゴナチョコレートしたり、あとなんかいちごダルゴナも美味しいらしい。へえ。は作ったことないけど、もうね、多分自分が好きな味何でもできちゃうと思う。粉であれば何でもできるんだ。そうなの、そうなの。だから抹茶とか一回失敗してるからさねえ、ダルゴナ失敗しようがないんだけど。でも前のお姉ちゃんも失敗したんだよね。なんか全部もう本当に旦那がさ、もう30分以上で、すごいがたいの良くて、体格旦那がめっちゃ頑張ってやったのに全然ドロドロにならないみたいな感じで言ってた。でしょ、うち私もそうだったもん。でも砂糖が少なかったのかな、もうちょっと多めに入れる方が、ちょっとホイップクリームと同じ要領で。でも1対1対1でしょ。あ、そうそうそう、それでやったんだけどなおかしいなそうなの。だから前、今度ね、会えるようになったら眉に作ってもらうんだ。そうそうそう、そう、そうしよう。メレンゲを入れるともっと泡立ちますよ、だって。ああ、なるほどね。ねえ、知らなかった。になるんだ。でもメレンゲもさ、泡立てるの大変よね。そうな、だから空気入れながら泡立てないとダメ。なんか横っていうよりもなんか横縦にね。そうそう、縦にやる感じで。そう、インスタで作ってみてってみんな言ってくれるんだけど、あれかき混ぜるのすっごいうるさいんだよねあれでしょ、もうカチカチでしょとかさ、うるさいからちょっと多分ね、見てられないと思う。てか耳がいいってなっちゃう。確かに。あ、100均で小さいハンドミキサーがおすすめだって。うーん、いいね、確かに。
あ、コーヒーの種類によってはどれだけやっても泡立たないのありますだって。そんなことがあるの？今書いてくれたよ。なるほどね。それだ。じゃあ絶対。お姉ちゃんもミレイ、絶対それだ。それか。ね。みんな結構やってるんだね、誰もな。そう、なんか時間ができるとさ、なんか時間かけてちょっと優雅な気持ちになれるように作りたくなっちゃうよね。ボックス見てみよう。見てみて。あれ？でも更新されてない。何のコーヒー使ってるの？マユは、なんだっけ、名前。あのあ、デどう？カフェのやつだよね。そうそうそう。めっちゃど忘れした、名前を。ちょっと待ってね。あれ今いない？あらあら。コーヒー取りに行ったかな？あ、セブンのコーヒーだとできるんだ。マユは、ごめんね、ごめんね。この、マウントハーゲンのカフェインレスのコーヒーで作ってる。これこのれカフェ、からしていくんだ。ん？このカフェアリも美味しいよ。あ、そう。うん。コーヒーね、できないやつのコーヒーって何なんだろうね。ねえ、なんでなんだろう。でも今、セブンのコーヒーはできますよってええー、書いてあっいいた。ちょ。あ、ビニール袋で振ればすぐに泡立ちますって。すごい、でも確かに、すごい勢いで降りそうだよね。空気がすごい入るんじゃない？ああ、なるほど、それだ。確かに。あと、ネスカフェのパウダー、インスタントコーヒーもすごい美味しかったし、ちゃんと泡立ちました。いや、私の選んだものが悪かったんだね。そうかもね。結構本当にみんなやってるわ。ねえ、いろいろコメントが来てる。あ、ジップロックおすすめだって。へえ、ジップロックでできるんだね。あとペットボトルっていう人もいるね。ペットボトルのな、でもさ、結構泡立つのよ。あ、どうやって出すのってこと？そう、出すの結構、ペットボトルだと大変そう。確かに。ね、スプーンとか入らないからさ、切っちゃうのかな？それとも。ああ、切っちゃえばコップみたいにターってできるね。ね、切っちゃう。料理の器にこだわりはありますか？うん。器好きだよね、うちら。大好き。で器もがなんか、良ければ見栄えが美味しわくかなる。る。わかる。ごまかせる。ごまかせる、確かでもね、料理って本当に見るものもすごい大切だと思うから、に。本当に美味しく感じると思う、全然。そうだね。見た目からね。美味しいっていうのは本当にあるよね。ね。盛り付けとか上手な人になりたい。確かに。あと、なんかちょっと、何？ネギとかさ、木のあ芽とか、あ、わかる。Yes. わかります。しそとかさ、うん。前しそ乗っけてたけどさ、そうそう。パスタの、そういうのをさ、乗せるだけで違うよね。わかる。だから、なんか、ちょっとした薬味を常に常備しとくと、なんかあれちょっと物足りないって思った時にパラパラって触れるからいいそし、うだね。ね。なんあかと、うち例えの、ば一味とかもいいかも。赤だから。そうだね。ね。なんかうちは結構ネギと大葉と、あ、あいいとね。ブロッコリースプラウトは結構多いあるかも、常に。ね。いいね。それがあると見栄えが良くなる。確かに、わかる。
大事大事、絶対大事。ごまとかね。うん、あそう、ごま。ごまもめちゃくちゃ使う。ごま、あと、まあ、海苔とか。うん。あと、鷹の爪も使う。ああ、いいね、いいね。辛いの好きならね。辛いの好きなら。あ、そう、バジルとかもいいよね。イタリアンだったらバジル最高。あ、大事だね。ねえ。あ、パセリも万能。あ、パセリ万能だね。ねえ、面白いんだけど。ホーンテッドマンションのキャストさんみたい。確かに。確かに。ホーンテッドマンション、こんな感じだったよね。でもさ、あのディズニーのさ、キャストさんでさ、ホーンテッドマンションの衣装すごい可愛くない？可愛い、めっちゃ可愛い。大好き。あれもめっちゃ好き。なんか中学生の頃、ディズニーで働くならどこがいい、うん、みたいな話をしようと思うんですけど、うんうんうん、私は絶対ホーンテッドマンションって言ってた。でも可愛いよね、わかる。その衣装も着たいし、どうぞこちらへ。あの怖いのが好きな。そう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 、あの怖い雰囲気を醸し出しながら喋るやつをやりたかった。マユもっとなんかハッピーに踊る子がいいんだけど。どこでやるじゃん。でもさ、あれじゃない、ジャングルクルーズじゃない。ジャングルクルーズめっちゃやりたい。こんにちはって。あ、めっちゃ楽しい、めっちゃ楽しい。うわー、そうだー。あー、できる、できる、めっちゃできる。できそう。ねえ、大好き、大好き。あとさ、なんかパレードで踊る女の子たち大好き。かわいいよね。もうみんなめっちゃかわいい衣装着てて、なんか一緒に踊ったりとかするの好き。なんかさっき、ペットボトルを英語で言ってくださいって来てたよ。ペットボトルは英語だとプラスチックバトル。そうだよね、ペットじゃないもんね。そうなの。ペットって何の略詞？今思うと。なんだろう、プラスチック、プラスチックってことじゃない？ペットが PET って何の略詞なんだろう。確かに。ね。あ、ディズニーの好きな食べ物だって。食べ物か。ポップコーンもいいし、チュロスでもいいし、いいし、あとあれが好き、ターキーレッグ。あ、ターキーレッグもおいしいし、うん、あれも好き、ティポトルって。チポトル、あ、おい、トルって美味しい、美味しいよね。テレビ、ディズニー何回も行ったことあるんですか？あります。あ、リトルグリーンメン餅ね、食べてね。あ、大好き。あ、スプリングロールも好きだよ。美味しいよね。全部美味しいよ。美味しいのよ。本当に。あ、あと私、なんか、ディズニーランドの方に入ってすぐの、なんかチリがさ、コーンに入ってるみたいなやつ大好き。チリコーン缶がさ、ちょっと誰か名前出して。なんかチリコーン缶みたいなのが、なんかパンの中に、うん、コーン型になってるパンの中に入ってるやつ。誰か知らないかな。ガゼボ、入ってすぐのガゼボ、左側のガゼボにで食べれるやつ。あ、それ期間限定だって。そうなんだ、食べたことないもん。めっちゃ美味しいの、それが。あのね、知らないって、食べたいよそれって。あ、これ、あ、違った。今それの名前教えてくれたのかと思ったら、多分ペットボトルのさ、うん、名前だった。ポリエチレンなんちゃらかんちゃらって書いてある。全然違う、全然違う。あ、でもチリコンカンって書いてある。あ、お肉とマッシュポテトの時もあるよ、だって。だから変わるんだ。期間限定でいろいろ変わるんだね。
I see, I see. それそれ。それ牛カルビ丼もありますと。おいしそう。行きたくなるね。ねえ、なるよね。うん、キャラクターとグリーティングをしますか？でもしたことないかもね、一緒には。うん、あ、でもさ、うん、え、行かなかったっけ、あのおうち。はっ、おうち、ミッキーは行ってないけど、あ、違う違う、 C でミッキー行かなかった。グリーティング、ミートミッキーやってないか。やってない気がする。なんか番組では行ったことあるんだけど、プライベートはそのたまたま遭遇とかはあるけど、うん、グリーティングはないかも。そっか、いつも乗り物をたくさん乗り回ってんのか、私たち。ご飯めちゃくちゃ食べてもうとにかくいろんな食べ物、もう甘いものからしょっぱいものから、もうアイスからもう全てを食べ尽くして、でなんか食べ歩きしながら並んでるよね、基本。そうだね。ねえ、あとさ、あれすっごい美味しかった、バナナマフィン。ああ、あの、し、そう、のパン屋さんの。ベーカリー、そう、ベーカリーで売ってた。あれ、C だっけ？ミッキー型の、いや、ランドだって、え、ミラコスタの横じゃなかった？横のパン屋さん。ミラコスタだった気がするけど、私たち泊まりに行った時さ、だって1日目のさ、夜に買ったよね。だから、やっぱ C って買ったの。あれ、二日目がランドだったっけ？うん。あ、じゃあ C だ。C だよ、だって。ほんとだ。そうそう、C のベーカリー。でもランドって書いてある人もいる。ランドもある、パン屋さん。ランドもあるけど。あー、じゃあ。買ったのは C。そう、あの、ランドのベーカリー、あ、ランドじゃなくて、私たちが買ったのは C なんだけど、C のベーカリーで売ってるミッキー型の、マフィンで、くるみとバナナだった気がする。美味しかったね。ねえ、あれめっちゃ美味しかった。あ、どっちも。の横のパン屋さん。もうね、大好き。食べたくなっちゃった。ねえ。あと、ランドの、うん。担々麺が好き。ええー、食べたことないかも。嘘。え、担々麺どこで食べれる？あっちの、ジャングルクルーズの方とかに行く方にある、麺屋さんがあるの。ラーメン屋さんがあるの。絶対美味しいじゃん。美味しいんだよ。担々麺とか普通にラーメンもあるし、なんかタンメンとかもあったかな、美味しい。いつもなんかバーガーとかばっかり食べ、あ、でも私担々麺食べたかも、一緒に食べたよね。食べた、思い出した、食べた。そうそう、チャイナポイじゃ、そう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 、チャイナポイじゃ、思い出した、めっちゃ美味しかった。美味しいよね。おいしい。そうです。チャイナポイジャーです。ありがとうございます。名前までわかるのすごい。そうそう。海部の海賊からジャングルクルーズに行くまでの間の。みんな詳しいね。おいしいよね。あれ、チャイナポイジャー冬限定のあんかけラーメンがおいしいです。だって。絶対おいしいじゃん。もうあんかけラーメン大好き。大好き。あんかけって最高だよね。そこ美味しいですよね。そうね。だからお昼時に行っちゃうとめっちゃ並ぶから、ちょっとだけ時間をずらすといいよね。私たち行った時全然大丈夫だったよね。夜だったかな。夜行ったっけ。なんか変な時間に行ったんだよね、多分。そうなの。
なの。基本ずっと食べ歩いてるから。そう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 。変な時間。行ったね、行こうかみたいな感じ。お、今55分です。え、早くない？ね。なんかゆっくりゆっくりやってたらいつの間にか55分早っ。早めっちゃ早いわ。アイメイク見たいです。見れる？見れるよ。こんな感じ。見れる？見れる見れる。二人とも目つむっちゃってたら見れる。わかんない、何が何だかわかんない。ねえ、まゆちゃん、いろいろあんまり覚えてないねって言われちゃう。そうなの、小さいことは気にしないの。違う、でも思い出しはするんだよ、忘れっぽいの。なんだっけ、あの、あれあれみたいな感じで、ね、そう、基本そう、基本会話するときそう。また企画やってほしいだって、お絵かけみたいな。あー、何かやりたいね。なんか、あ、次さ、それ募集しよう。あ、今募集しちゃえば。あ、確かに。何やってほしい？なんか面白いの教えて。またお絵かきでもいいよ。いやーなー、もう絶対嫌だ。質問箱に来るかな。料理して、料理はなかなか難しいな。お料理ライブって来てるけど、でも絵しりとりも来たね。ジェスチャーゲームだって。ジェスチャーゲームって何？あ、分かった。だから例えば、うん、こうやってやったら何でしょうみたいなことでしょ。ってこと？え、うさぎってこと？あ、そういうことでしょ多分。ねえ、私がジェスチャーしてるのは何でしょうってこと？多分。なるほど。書道だって。書道できる？筆ペンとかでやればいいんじゃない？できそうだね。あ、でもあれだね、まゆ小学校とかでやってないんだもんね。全然やってないけど頑張れるよ。何でもやってみるよ。本当？全然やってみるよ。あ、すごい、メイクがいっぱい来てるね。恥ずかしい。恥ずかしいな。あとさ、私たちなんか割と感覚派だからさ。そうそう、すごい適当だからね。そうなの、そうなの。なんかあの、こう、ここにこうして、ここに影を入れてとか、そういう理論派じゃないから。なんかもうちょっとここ足した方がいいかなとか、そういう感じだもんね。そう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 、ノリノリ。あ、折り紙だって。折り紙、折り紙、なんか折れる？鶴以外なんか折れる？いや、鶴以外折れない。鶴は折れない。でもそれをなんか見ながらすればいいってこと？違うのか、うん。あと英語禁止ゲームだって。え、それめちゃくちゃ簡単じゃない？どういうこと？じゃあカタカナとか全部ダメってことよ。お、I see, I see。 なるほど。メイクもダメだよ、化粧だし。確かに。でもさ、どっちともさ、気づかなそうじゃない？コメントで指摘してくれるのかな。そうだね。あ、だからコメントもダメだよね。なんて言うんだろう、皆さんの声？皆さんの声。歌詞乗っ取りゲーム、何それ？知らない、初めて聞いた。トランプとかどうなの？難しいよね。え、だってトランプ無理じゃない？別々の場所にいたらいけるの？いけない。いけないよね。トランプはなんて言うんだろうね、英語禁止だと。カードもダメでしょ。カードもダメ。マークのついている札。
ねえ、全然伝わらない。でもマークがダメだ。絵がついてる紙。絵がついてる。ゲームもダメだもんね。うん。オーマイガー。あ、心理テスト面白いかも。ああ、いい、いいね。でもなんか心理テストなんか送ってほしいな。あ、すごい。すすっちゃった。失礼しました。あ、それこそ塗り絵してだって。でも塗り絵すっごい地味。しかもそんなすぐ終わんないんだよね。そうなの。あの、みんなに見てもらう感じではない。もう多分黙々と一言も喋らない感じになると思う。トランプの言い方が面白い。みんな洋風花札だって。でもさ、英語禁止にするとするじゃん。うん。負けた方が何とかさ、ないとさ。負けた方は。うん。何分からの間に、うん、でやりましょうってやって、負けた方は、うん、どこにも話してない秘密を一個言うとか。ね、可愛いんだけど。どう？すんごい可愛いんだけど。でもやっぱりお絵かきしてほしいってよ。ねえ、やだー、もうみんなバカにするんだから。いや、面白い。モノマネとか来てる。絶対やだ。あ、レイナイアのマキさんもモノマネって来たよ。絶対やだ、絶対やだ。もう誰もいない空間でモノマネする。辛いことないよ、絶対。確かに。あ、ねえ、気づいたら全然60分過ぎてるわ。え、これ60分過ぎれるの？過ぎれるみたい。え、すごい。え、でもこの間途切れてたよ。ね、今62分だよ。カウントダウンみたいなの出ない？出んのは62分40秒。え、すごい。あ、誰か。何？シリの英語カタカナ禁止ゲーム、2週渡ってやればって。確かに。OK。あ、制限なくなったんだって。あ、違う違う。見て。100分に伸びたんだよ、だって。あ、そうなんだ。1時間40分？そうなんだ。今は1時間以上できる。みんな詳しいね。ね、私たち。見て、視聴者数が一定の人数を超えると100分できるんだって。一定って。なるほど。でもそれなんか切なくない？怖い。使ってた人たちさ、悲しいじゃん。あ、そうだよね、確かに。恭平さんすっごいモノマネ上手だよね。そうだね、よくやってる。ね。なるほど。でもまた募集しようじゃん。そうだね。募集して、ね、なんかなんかコメントとかそういうので送ってもらったら、そこから選ぼう。そうしよう、そうしよう。皆さんぜひ考えていてください。うん、ぜひ。あとなんか負けたらその罰ゲームも考えてほしいな。いろいろアイディアをください。なんかやってみます。ね。皆さんありがとうございました。あれする？スクショする？あ、スクショタイムしよう。今日はどんなんがいいですか？どんなんがいいですか？なんかこの間さ、お揃いのポーズやったんだけどさ、うまくいかなかったっぽい。え、そうなの？うん。長い間やらなきゃいけないのか。そういうこと。あ、これだ、これ。あ、いいんじゃない、いいんじゃない。ミニーの顔が隠れちゃうね。どうすればいいの？
こんくらいか。イエーイ。できたかな。こんにちは。グッと切ったでしょうか。グーしてください、グー。グー来てるよ、いっぱい。グー来てる？うん。イエーイ。じゃあ今週はこんな感じですかね。うん。ありがとうございました。また皆さん来週ね。はい。また来週。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。